あのですね、昨日お酒を飲みましてね、そんでもって朝起きたらですね、頭が痛いわけですよ。なぜでしょう。この頭の痛さをですね、例えるとですね、先生に言われて、教室の後ろに貼ってあるポスターを剥がしてる時にですね、その剥がした時にこの置きっぱなしにしてた画鋲に気づかないで、その上にね手をついちゃったんですよね。手ついちゃって、でそれでその画鋲が手のあのひらに刺さっちゃって、でそれ血出てきて、でそれなんで、まあ一応保健室の方に行って絆創膏をもらってね、で保健の先生からもらって、それを手のひらに貼って、でそれで教室に戻る最中にですよ、そういえば昨日の体育の授業でサッカーやった時にヘディングした時、ボールの打ちどころがちょっと悪くて頭痛かったんだよな、そしてその痛みが今日もちょっと残ってるなっていう感じの痛みですね。ということで、皆さんも二日酔いには気をつけましょう。酒は飲んでも野田聖子。